はじめましての方も、改めましての方も、ご視聴いただきありがとうございます。モーリーファミリー、よっちゃんとさっちゃんです。ハイエースです。ちょっとこういうのを真似したかった。ハイエースとか、バンライフされてる方が後ろを開けて、なんかこう椅子とか置いたり、立って喋って反応を見てていいなって。そう思ってた。素人車中泊キャンパーみたいなのか、俺らは。ジャンルは何になるんだろうな。メインをキャンプでしてたんですけども、車が大きくなったので車中泊もしながらキャンプをしてるファミリーです。でモーリーファミリーなんですけども、あのワンコが2頭いてるんですよ。中くらいのコーギー犬と、あとパピヨン犬、小型のパピヨン犬と、でそのワンコ2頭と夫婦2人で旅をしてますので、そういったところで皆さんがね、どんな感じでモーリーファミリーってキャンプとか車中泊してるんだろうっていうので見ていただければと思います。モーリーファミリーなんですけども、車が納車されて1ヶ月半ほど経ちました。ということで、車内と車外全部よっちゃんが頼んでたパーツっていうのがまあまあ揃ったんだよね。そう、第1機、うん、一番最初にやりたいって決めてた範疇のものは全部来て、うん、全部取り付けも終わって、 2,3 回旅にも行って一通り使って、なんとなく慣れてきました。で今回ハイエースですね、私たちがどんなハイエースのカスタムをしたかという全貌を皆様にお見せしたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴お願いいたします。では皆様早速行ってみましょう。車内紹介、ではモーリーファミリーの愛車ご紹介いたします。まず外装からですね、購入したのは、ハイエースの6型のスーパー GL 4WD 寒冷地仕様、はい、一応限定車になるんかな、のダークプライム2っていうタイプのハイエースになります、はい、ちなみに4ナンバーなので普通の貨物車っていうの、そう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 、ワゴンじゃなくてバンのタイプを購入しました。そうそう、5人乗りなのでちゃんと運転席、助手席とちょっと中見ていただくと、こういう風にあの後部座席シートが3人座りのものがついてます。私たちがね、あの変えたカスタムしたところをちょっと先にご紹介させていただこうと思います。まずこれ、これ普通だとね、このメッキっぽいやつなんです。これをよっちゃんがあのアマゾンで買ったんかな、うん、専用のショップさんで、この本体カラーがブラックマイカっていうカラーを今回選択してるんですけど、それの色と合わせた塗装されてるカバーを買いました。そうそう、これをねカチッと変えるだけ、うん、変えましたのでね、これとあとそのまま下着ていただくと、ホイールをねよっちゃんが知らない間に変えてて、さっちゃんがビビったっていうやつです。これザイン SS っていうタイプのホイールになります、の黒、はい、で、まあね、そのキャップも黒にしました今回、うん、あえてもう同色にこの辺もで、ここだけちょっとピンポイントでね、赤が好きやからよっちゃん赤が入るようにしてもらったらしいです。ワンポイントカラーがちょっとついてるのはいいかなと思って、うん、あやっぱり何かの色やったら赤やなって感じ、うん、ということでこんな感じでタイヤのホイールも変えております。前車のスイスポだとここなんかあの SUV っぽい感じのホイールやってんな、うん、なんかあの拳みたいなのがこう丸くなってるやつ、こうじゃなくて今回はこういうなんかこう放射線状、そうそう放射線状になってるタイプのホイールを選んでみました、うん、はい、安かったんだなこれが安くて自分好みの色が見つかるのが一番いいからね。そうでタイヤはもともとノーマルであったものをそのまま流用して使ってます、うん、まま、はい、なのでタイヤのサイズは納車した時と同じ15インチのままです、うん、これねめっちゃ開いててほらすごい、うん、リフトアップしてるかのように見えるけど、これ標準です。よっ、見えるかな、オレンジ色のバーが見えます。
言いますか。これが UI ビークルさんから出てる 4WD に対応したリアスタビライザーです。これはね、ついてない状態で乗ってないんでちょっと何とも言いづらいんですけど、高速とかその山道とか走ってても結構ね、まっすぐしっかり走ってくれてるんで、つけてよかったなって思います。ね、風の多分煽られ体勢とかもないよりは全然しっかりこう支えてくれるみたいなので、これはね結構つけてよかったなと思ってます。うん、ディーラーっていうかそのオプションでデジタルインナーミラーっていうのは取り付けました。はい、と私たちはもう荷物いっぱい積むことが前提なので、うん、中のミラーから後ろを見れることはないだろうということで、はい、たちゃんの手が映ってますけど、これがあれですよね、エンジンかけたらデジタルでこうあの後方が映るっていうやつです。そうそう、カメラがついてて後方の映像が映るので、後ろに荷物てんこ盛りにしても大丈夫っていうやつですね。はい、これめっちゃ便利やんな。めっちゃ便利、めっちゃ助かる。うん、つけてよかった。そうで、その隣がスイスポの時から持ってきてたミオホさんの 4K 対応ドラレコ、はい、前後ついてます。前後ついてます。で、まあ、あと ETC とかかな、うん、っていう感じですね。これダークプライム2っていうグレードになるので、ここがそのマホガニー調、うん、真っ黒とかじゃなくてちょっとなんか柄が入ってるタイプのものがこの辺のパネルとかにそれぞれ入ってます。入ってます、この辺とか。でシートもなんか若干違うみたいで、うん、らしい。あれやんな、ハイエースって仕事車っていうイメージあったけど、なんかしっかりちゃんと質感あるよな、うん、それなりに全然満足度あんで、まあそのファミリーカーとしても、うん、全然プライベートで使うのにも十二分な装備じゃないかなって思います。うん、乗り心地いいですよ。いい、うん、ちょっと柔らかいぐらいか。そうそう、若干ダンパーが柔らかいっていうのはあるけど、まあ私がスポーツカー乗ってたから、そもそもだからそういったところはね、やっぱりあの普通のスポーツカーじゃない車に求めても仕方がないというところやから、そう、だからあんまりやれたらまた足回りを変えたりとかは今後考えようかなと思ってるんですけど、特に今のところ思うには全然なんとも、まあ、うん、悪いって感じは、うん、ない。はい、次がこれ教えてもらいました、 とっても大事なサングラスホルダーとこれメガネの上からつけられるサングラスです。これはもうずっとスイフトの時から使い続けてるサングラスで、7代目かな、これ目の前に、はい、鎮座してるお二方が、はい、これ iPad の 9.7 インチの iPad を取り付けられるタブレットホルダーと、まあ、隣が GoPro、はい、私たちの GoPro は GoPro8 を使ってます。はい、外側映すのと、でここ360度回るボールが入ってるので、まあ、ここで内側に切り替えたりして撮影するように取り付けてます。うん、はい、外と内と GoPro さんにたまに活躍していただいてます。はい、でこれ結構ねダッシュボードがこう斜めになってるんですけど、しっかり止められるこの台座を両方つけてるんで結構ガッチリ止まりました。うん、そう、前ねちょっとあの台座がよく剥がれて危ないって言ってたんだけど、ちょっとこれもいいのを見つけたので、オートバックスでその台座売ってるみたいですよ。めちゃめちゃいいですよ、貼り付きが最高。取れないかもしれない、むしろじゃあ次行きますか。はい、まあこの辺はちょっとケーブル止めてるものを100均で買ってきてつけてます。 GoPro 用とタブレット用のケーブル、邪魔ならないようにつけてて、でナビは今回はもうスタンダードの7インチのものにしました。うちテレビも基本的に車で見ないので、はい、普段は、うん、だからまあ映ったらいいかってことで7インチにしました。そうだね、まあ、これはちゃんとあの純正のディーラーさんで買ったナビなので、このバッグに入れたらちゃんと後ろの映像映ったりとか、うん、でこれあのトヨタセーフティーセンスってい う, こうセンサーもついてるオプションにしてるの で, であのカメラとかもそれぞれついててしてるので、うん、一応アラウンドビューって上から見た映像とかも映ってくれるので、うん、この辺はスイスポになかって今回ハイエースでやっぱりいるよねっていうことで取り付けたオプションなんですけど、まあ全然7インチでもしっかり見えるので、うん、まあ私もさっちゃんもあの止めたりするのには全然困らず快適に利用させてもらってます。はい、でなんか走ってる時ここ押せば映るらしい。そう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 、ここハンドルのところにつけてる棒みたいなやつがあって、はい、これは、アクティブクルーズコントロールのスイッチになります。それで言うとこっちが連動してるやつね。これはそのオートクルーズのなんか種類がいくつかあって、うん、ノーマルモードとか
エコモードとかスポーツモードとかあって、でそれにそれぞれなんかレベル強さを変えられるようになってるものの切り替えをするスイッチですね。で先ほどのやつでオンオフします。はい。でこっちでエコモードとかスポーツモードを切り替えます。なのでまあ基本的にはオンオフのこっちの、うん、このところのウィンカーみたいなやつしか触らずに、はい、オンオフできて使ってます。ブアンジャパンさんのこのカップホルダーっていうのかな。そうでマホガニーに合わせました、うん、車と同じやつにしてます。そうでちなみにこれはオルティメイトイヤーズさんのブーム3っていう Bluetooth スピーカーのちっちゃい方ですね。はい。ちょうどこのドリンクホルダーに刺さったら動かんだろうと思って買ったらやっぱぴったりはまったって感じです。はい。あとは腕置き、腕置き両サイドのアームレストですね、はい、をこれ差し込んで使ってます、うん、だいたいみんなあのハイエース買われる方はなんかこれを買う、これはまあ使うよね、うん、らしい。全然やっぱあるとないとは違うと思う。違う、ね、でちょっとこれは小物が入れられるタイプなのでさあさあガソリンスタンドで使う用のカードとかそういうのをちょっと入れて使ってます。はい。でこれはあれですね、携帯を充電できるチーに対応した無線充電パッド、一応2台充電できるようになってるんですけど、まあ、縦置きしかできひんので基本的にはどれか充電がなくなったさっちゃんのエクスペリア以外を充電してます。そう、そういう意味で言うとここちょっと見えにくいんですけどここにねここです。はい。これは、シガーソケットに増設して使える用の USB とシガーソケットを増やす用のなんかアダプターっていうのかな、うん、を取り付けてます、はい、ここもともとあのあれですね灰皿が入ってたんですけど、それ取っ払ってちょカポッてはめて使うんですけど、これ、ね、言われんかったら純正品やと思うかも。めちゃめちゃフィットしてて全然違和感ない、ね、うん、むっちゃ便利、いい感じで、ここにあらゆる充電ケーブルが刺さってるので、うん、基本的には運転中にほぼほぼ充電はしちゃえるようにここで、はい、そうだね、うん、揃えて使ってます。オンオフのやつあるんです。これねあの後ろのなルームランプやな、そうそうルームランプをつけていただいたんですけど、実際あの1ヶ月半乗ってみて感じたのは使わない。あ、私たちは使わない。そう、私たちは使わなかったんだよな。先にルームランプ自体をそんなに使ってないっていうのもあるので今のところは使ってないんですけど、まあ後ろのループランプをオンオフするのに、うん、後ろに手伸ばしても届かないので一応前に増設してつけてあります、うん、はい、僕はもしかしたら USB ポートでもよかったかなとかちょっと思ったり、さちゃんもちゃんとかちょっとその辺は思ったな。ただもともとねスイスポの時はケーブルがごちゃ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 してたのがずっと気に食わなくて嫌やったんです、うん、なのでこのカップホルダーつけて下に USB を充電できるあのアダプターをつけることで見えなくなるから隠せるなと思ってたんで、まあいいかなこれ。そうだね、こうやってこう見てもあの配線が全然見えへんからすごくなんかこうシンプルな感じになってて見た目的には私も結構いいと思います、うん、足元にはこの UI ビークルさんの 3D ラバーマットを置いてます。で本来はねこの穴ついてるところでこう固定できるみたいなんですけど、私たちはこの下にこの、静音計画かなっていうそのマットを別に引いてます。これねノイズとかあの振動を抑えられるマットになるんですけど、これを引いてるのでまあちょっと穴開けて止めづらかったので私たちはもう乗っけてるだけですけど全然滑ったりとかもせず快適です。で同じく横が UI ビークルさんのエンジンフードカバーですねのラバータイプのものを使ってます。ペティとポアロがいてるのでもう毛がねつきまくることを前提にしてたので、この払うだけで汚れが取れるタイプのエンジンカバーにしてます。今度運転席の方なんですけど、まあ、私が汗かきなんでオートバックスで見つけたこのなんていうかなメッシュのタイプのものを入れてます。あと EX ジェルっていうこれその腰痛対策のものを腰のものと背中のものの2パターンのものを今回取り付けて使ってます。初めはねこれなく使ってたんですけど、やっぱりね長距離運転してたら腰痛くならへん。あんまさっちゃん運転してないか、うん、どう？さっちゃんはあんまり運転しないけど不思議やな。座った時に思うのはすごいねあの腰を押されてる感じ、まあ若干な膨らんでるからな、うん、そうそう、だからなんかこれが長時間座ってるとその押されてる感じがやっぱりどうしてもな座ってる振動とかっていうのもあるから押されてるのが逆にいいのかもしらん。
そう、あの包まれる感じ。ハイエースの椅子って奥にグッとこうこんな感じでへこんでるんで、椅子ケツをこの後ろに入れるとね、こうくの字みたいになるんです。でこれがね結構腰にくるみたいで、私はやっぱり痛かったんで、今回まあこの EX ジェルを取り付けて、まあ、背中とこの腰の部分を支えてくれるので、スイスボの時みたいなちょっとセミバケットみたいな雰囲気になってくれるんかな、うん、なんでまあ運転中に腰が横に動かなくなってるので、結構ねこれつけたことで腰の痛さはなくなりました。助手席の方はこんな感じで、頭の部分をサポートするヘッドサポートみたいなものをつけてます。はい、さっちゃんが身長低いからさ、お眠用のどうしてもあの何通常でついてるこの頭の上の部分まで頭が来れないんだよな。これ結構快適やんな。そう、来れないからここでちょうどさっちゃんの頭が乗っかる感じです。だからこれ楽っていう感じが運転席側のおのおのかな、うん、まあこれぐらいか、うん、じゃあ次後ろ行きましょうか。後部座席に関しては先ほどのあの UI ビークルさんのこのね ラバーエンジンフードカバー、あ、そうそう、エンジンフードカバーをこのままね、あの前から後ろもつけて、そうそう、後ろつけて、でこの 3D ラバーマットもこういう風に一緒につけて、もちろんこの下にはこのあれですね、静音のやつ引いてます。これ結構変わるよな。全然変わるよ。ノイズかなりなくなるんで、うん、これはねそんな高くないんですよね。1枚2000円ぐらいかなとかなので、うん、もしよかったら結構大盤でくるし、あ、そうそうそう、使ってみていただいたら、うん、結構運転席も、そう、多分助手席もこのいい感じ、振動がね、そうそう、減るから結構いい感じ、うん、いいです。私らこれはねスイスポの時から使ってるけど、使ってる。これねオートバックスで何100円ぐらいとか2、300円ぐらいだった。そうそうそう、でちょっとあのちょろっとつけてますそうそう、まあなんか小物類をいろいろと入れるのに役立ってます。そうそう、うん、結構あれも役立つやんな。そう、ファブリーズをあそこに常備したりとか、うん、あんまりね見えへんから、別にあのなんていうの、必需品をちょろっと入れてる感じなので、ちょっと汚れる、はい、あの水汚れとかになった時のこうタオルとかファブリーズとかそんなのも置いてます。で後部座席なんですけども、これさっちゃんが実家帰った時とか親戚を乗せる時には後部座席はいつもこういう風に上げて使ってます。うちのタキちゃんとかアキオくんもね、この間帰った時後ろ乗ったしね。後部座席は後部座席で快適ですよ。私はノーセンキュー。うん、そうやね、よっちゃんは運転したい人やから、まあ、後部座席もこんな感じで特に変わりなく、ほぼ座らないんでヘッドレストはもう取っちゃいました。うん、もうここはもう常になしでやってます。特になくてもあの気にならないっていう風に家族も言ってるので、もうこのまま行こうかなって。あとはあの窓ですね、もう全面 UI ビークルさんのこの遮光パッドをつけてます。で後ろの席は、まあ、皆さんも結構されてらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、スモークフィルムを貼ってるんで、もともとそれなりには光は遮れるようにはなってるんですけど、もうなんかな、毎回寝るたびに貼って取って貼って取ってめんどくさいし、うん、でなんか覗けるからさ、そうそう、だからといって私たちカーテンは嫌やったのでこっちが重宝してる。そう、もう貼りっぱで基本的には使ってます、うん、でこの部分だけ一人で運転してると、あの左折時に後ろが見えないので、一人で運転するときはそこ外してます。はい、あとこの上ですね、はい、でこれは私がとりあえずつけちゃった、うん、これね、伸縮バンドというか固定する用のなんかバンド、そうそうそう、バンドがあるんですけど、そこにこの人感式センサー あのライトがもともと持ってたやつ今切ってるんですけど、ここに電源があって長押しでこんな感じでつきます。これが一回消えてここで感知して開いたりとか通ったりとかってするとこのライトがつくっていう感じですね、はい、でこれを使うようになったからなおのことルーブランプを使わなくなったと。私らはねそんな感じだね。でそこつけたもう一つが、あの撮影時とか、夜ご飯食べたりとかしてこの荷室で寝たりとか暮らす時にライトが結構遠近かってんな、あの磁石がそんなにつけれるところなくて、近い位置からの光がちょっと眩しかったので、今つけてるそのライトの両サイドに吊るそうかなと思って
やってみました。あとこれからの季節は扇風機、扇風機だね、などなど、結構なんかこれが1個あるだけで便利なんちゃうかなと思って。全然違うよ、タオルも干せるしさ、いざとなったらもうほんまにね、生活スペースになってるからね。どうぞある意味メイン、まあ、私たちは車中泊仕様にしのためにこのハイエースを買ったので、一番メインに使ってるって言ってもいいかもしれへん、こちらです。まずベッドキット、あのこれも取り付けしていただきました。リンクスファクトリーさんのところのベッドキットを購入して取り付けていただきました、はい。なんかいろいろあのよっちゃんがさ見てたんだけど、ベッドキットどのこうセンチが厚さがいいのかなとか、あとちょっとフラットに、この4枚板なんですけど、板と板の間がこうどうしてもこう、なんていうの、溝みたいになるからな。そう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 、溝になってるやつがあったりとかもしたんだけど、あと縦とか、私たちが一番使いやすいかなと思ったのは、やっぱり自分たちが一番ここで生活するやろうし、あとペティとポアロも乗ったりするやろうしっていうところで、やっぱりフラット全部もうカチッともうピターッとできるような、このリンクスファクトリーさんのベッドキットを買わせていただきました。結構快適よな。快適、そこそこ暑いし、うん、なんかその下打ちみたいなのもないし、うん、だからあの今さっちゃんがちょうどいるところの2列目のシートをパタッて倒した時と高さが合うようにしてます、うん、そうです。これでフラットになるっていう感じですね。上はこんな感じで、あのワックさんのこの8センチ厚のインフレータブルマットをよっちゃんさっちゃんでこういう風にいつも敷いてます。もうね、敷きっぱなしですほぼ、うん、移動時は立てかけるような感じ、うん、そうそう、移動時はちょっと立てかけて、こんな感じで立てかけて、ちょっとここら辺に荷物を置いて走るっていう感じなんですけども、もうあの寝るときはこんな感じですぐパパッと寝れるようにしております。そう、超快適で、その下行ってみて、この中に結構な荷物が入ってます。でここにいつもキャンプ用品と、あとなんだ、車中泊の用品と、あとはまあその他もろもろですね、こう旅をする上では欠かせないようなものを入れておいてます。ポータブルバッテリーを3つ積んでるんです、はい、めっちゃでっかいの、まあまあ大きいの、ちっちゃいの、まあまあ普通のな感じで、それぞれ違うメーカーさんのもの、スワオキさんとの、G1200 とパワーアークの、645だったかなのやつと、でその奥にアンカーのものと3つ置いてます、うん、その奥で AC コンセントをオプションでつけてるので、そこから走行充電して利用してます。はい、やっぱ結構使うんだよね、まあ、充電と、あの使う、オートバックスで買ったこの床の部分の、そう、このちょっとね汚れ防止に一応置いてます。そうそう、まあね汚れるんですよ、だから汚れ防止のためにこれを引いてるって感じなので、これはもういくら汚れてもらっても大丈夫です。この荷物が全部後部座席に入ってました。これでもまだパンパンじゃないもんね。そう、パンパンじゃない、だからね、こんだけの荷物を持ってキャンプと車中泊いつも出かけてるから、やっぱすごいなって思うんですよね、うん、あ、もう死んだやつが一人おるわ。すぐ、ね、パッと寝れるのは本当に便利。あ、ちなみにこれは今年から出たんかな、あのニトリの N クール極極み、一番涼しいと言われるマットを引きました、うん、よっちゃんにはもう必需品です。汗かきのよっちゃんには必需品ですね。結構涼しいですよこれ、うんうん、快適。まあでもうちのポアヤもね、あの暑がりなんで、あの一緒に寝るときはどっちかというとよっちゃん側の、最近こっちに来よるんでお互い暑いなって言いながら寝てますこれ便利。では皆様いかがでしたでしょうか。こんな感じでモーリーファミリーのハイエースですね、内装外装をともに、自分たちがカスタムしたものっていうのを見ていただきました。いいね、とりあえずは一旦、うん、
快適に旅ができるようになりました、はい、慣れたこともあるけどな、うんうんうん、それもある。最近はもう本当結構いい感じで旅ができるようになってきたんで、うん、どんどん距離を伸ばしてあっちやこっちやあっちやこっちやとぼちぼちなんかな、そういうのも出かけていけたらなと思っております。今取り付けたものっていうのが見ていただいたと思うんですけども、これ以外にまだまだちょっと今から取り付けていくっていうのも少しずつ手に来ておりますので、手に来てるっていうかもうお家に届いてるので、そういうものを少しずつまた足してはご案内し足してはご案内しっていう感じになります。なかなかにねちょっと面白いもの3つ4つあったりするので、うん、それは届いたら改めて その辺はさっちゃんが頑張ってなんか取り付けるのかなだったり、まあちょっとね、うん、スーパー快適になるようなものとかも実はご予定がありますので、ありますので、こちらもまた順次ご紹介していきたいと思います、はい、ということで皆様今回の動画いいと思いましたら、ぜひグッドボタンお願いいたします。チャンネル登録もお願いいたします。今回のことに関してもちょっと何かしらコメントを聞きたいこととか、そうそう、なんか疑問とか、うん、ご要望とかありましたら、はい、はい、お気軽にコメントいただけたら嬉しいです。お願いします。モリーファミリーですが、インスタグラム、ツイッター、ブログやっております。下の概要欄にリンク貼ってますので、ぜひ見に行ってみてください。では皆様、次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。またな。暑い、眩しい。ピンマイク、ピンマイク、うん、初めてのピンマイク。あ、そういう動画じゃねえよ。あれ、マイク紹介じゃなかった。違う違う、そうそう。